皆さんこんにちは、しだれ TV、しりりょうすけです。本日はスペシャルゲスト、奥島プロに来ていただいております。お願いします。今日はお部屋ですか？お部屋で、珍しいバージョンでしょ。はい、多分ね、こんなのしだれ TV も初で、ね。はい、あの小山さんもちゃんと横にいますんで、知らないところにいます。はい、今日はですね、せっかく奥島プロにいらしていただきまして、まあ、打席の方でも、まあ、散々ね、フォアツインザバックやったりレッスンをしていただいたりいろいろとりましたんで、もうちょっと、突っ込んで奥島プロの人となりをですね、探ってみようかとお話をね、いろいろ質問をね、用意しました。で、まあ別に、あのほら、ちょっと昔に流行った100の質問とかじゃない、ちゃんと一個一個ちゃんと。で、色とかね。名前の由来はとかね。しだれ TV の、メンバーシップで、まあ、月1でライブとかやったりとかしたときに、今度奥島さん、来てくれるんで何か質問ありますかとか、あとは実際僕が、まあ、レッスン、してる最中に生徒さんとかと話してるときに、奥島さんに何か質問あるって聞いたら、こんなこと聞いてほしいっていうのがいくつかあったので、まあ、ちょっとそんなのを聞いてみたいなと思います。準備よろしいですか？はい、もういきなりいきますけど、はい、奥島さんが、まあ、ツアーの現場でこの子伸びそうだなっていうのは感じるんですか？わかんないよ、そんなそうなの？そんなのわかんないし。次勝つの。でも尾関亜美ちゃんって、はい、この間勝った子は、はい、去年なんかの試合でもうキャディーやった時に一緒に回ってて、うん、あ、この子は勝つなって思うのはあったんですけど、あ、この子は行くなって思ってたのはあったんですけどね。それは何か のワンショットとか。いや、ショットじゃない、アプローチパターンがやっぱ上手くて、ショットもなんかそんな曲がったりしないし、うん、この子はいつ、まあ、そのうち勝つだろうなっていう感じはしましたけどね。逆にじゃあ今まだ勝ってないけど、なんとなく今ちょっとこう気になってる、ちょっとネクストヒロインはこの子なんじゃないかみたいな選手とか。ネクストヒロイン、はい、いるんですか今は？いや、その後あんまり誰っていうのは、まあ、キャディーもやってないしね。例えばほら、今シーズンね、急に西郷さんがドバ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 って勝ったりとか、もうそれはもう、ああいうのって去年あったじゃん、去年の蓄積がやっぱあったじゃん、予兆もあって2位っていうのが続いたりして、うん、いつ勝ってもおかしくないよねっていうのはあったし。じゃあその選手のね、まあ、伸びそうなっていう話だったんですけど、じゃ例えば今度レッスンをするよ、いや例えば誰か、ね、プロに、今コーチしてくださいってお願いされるじゃないですか。もちろんまあその選手からいろんな話相談とかがあってのことだと思うんですけど、どんなところから見るんですかって。どんなところから？スイングのなんかこうな、まあ、まんべんなくこう全体像から見るのか、その選手が言ってきたことに関連するところからピンポイントで見ていくのか。あ、ピンポイント、もういきなりピンポイント。それは肉眼でギアーズで。いやギアーズも別に取ったりはするけど、うん、まあ、話すれば大体分かるから、うーん、まあ、どうやって何考えてやってるのかなとか、うん、どうやって振ってるのかなとか、何意識してるのかな、もう表には出てこない部分ですよね。へえ。を聞いて、あ、そんな感じでやってるけど実際そこは動いてないよねとか、そうやってはやってないよねとか、うん、本人はやろうとしてるけどできてなかったり、そもそもなんかずれてたりみたいなやつを見つけて、そう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 、で課題を出してみて、いや、ここを例えば、うん、こう動かしたらそんな動きにはならないよとか、うん、今はだ、今現状どこ、じゃどうやって動かしてるかっていうのをちゃんと伝えて、うん、本当はここ動かしたいんだけどそこは全く動いてなくて、うん、今日この間もやったじゃないですか、はい、肩じゃないよねとか、はいはい、それ言っていいんですか？腕だよね、言っていいんですか？それ言っちゃダメだよ、触りだけちょろっと、僕の話そういう話あるじゃん、自分では動かしてるつもりでも、はい、全然動かない、そう、関係ないとこ動いてる。それは要はあのクラスの選手たちでもやっぱりそういう風に、そう、そのギャップっていう絶対あるんですよね。それって意識して随意的に動かせるものなんですか、プロ選手たちは。いや、
そこにそこを動かすためにやっぱエクササイズやったりとか、そういうのもやっぱやらないと動かないですよね。なんか動かそうと思ってもその通りに表現できるかどうかっていうのはちょっと別なんですね。違う、別ですね。で続けてね、まあ、その選手絡みというかね、そのコーチをする時の話なんですけど、まあ、例えば自分がほら今コーチ契約してるを見るのはまあ当たり前なんですけど、当然試合会場にいたら、まあ、他のプロのスイングとかも、まあ、もちろん目には入るわけじゃないですか、うんうんうん、でなんかふとした瞬間に あの子ここもっとよくこうしたらもっとよくなるのになーなんてふと思っちゃったりすることもあるんですか？だから連ランとかで一緒の組になったりして見ることあるけど、うんうん、もう他はそんな余裕がない僕に余裕がない、もう自分のコーチしてる人だけで精一杯もう精一杯あそうよね、まあ、ほとんど見ないですね、うん、本当に雑談僕しないし、うん、話すのめんどくさいからあの世の中の評価は奥島さんはあまり喋らない人らしいからもうあのなるべく一人でいたいから今日ほら、これを動画見てる人は、あ、奥島さん喋るね。喋りますよ。喋りますよ。喋る、ね。結構上手です。心開かないと喋らないあの。結構喋りますよ。なるほど、じゃあもう他のプロなんか見てる暇はなくて、もうとにかく自分のコーチしてる。そこでもう手一杯。ちなみに、ああいうふうにこう試合会場に、まあ、帯同するとして、うん、例えばじゃあ1週間じゃあ本当に月きりで大事な試合とかつくとして、うん、どんなスケジュールなんですか？でも月曜日移動、火曜日移動、3日間だったら火曜日移動、火曜日移動して4日間だったら月曜の時もあるし、大体朝何時ぐらいにこう、まあ、プロと、まあ、集合とかってなるんですか？朝8時とかゴルフ場集合してで練習して、まあ、もうほぼ明るいうちはゴルフ場にいて、うんでご飯食べて帰って寝て、それをもうずっと1週間繰り返すとか、そう、まあ、1週間つくことがない、ね、1日だけとか2日だけとか、うん、でもほらキャディーやる週もあるね、まあ、キャディーはキャディーじゃん、もう大変よねキャディーはしょうがないなって思う、キャディーはしたくないの？したくない結構 あんな過酷なもんないと思うよ。だからプロキャディの人マジすごいなって思う。僕もあのプロツアーで誰がすごいってプロキャディの人がすごいと思う。あの重いの担いでますからね。担ぐし歩くの早いですよ、うん、むちゃくちゃ歩くの早い。で先考えなきゃいけないしね。そうで先回りしてもうなんかプロよりも先に動いてプロがやりやすいように準備して、本当に、ね、できないできない、そんなホスピタリティ持ち合わせてないあれ担いで回るだけでもとにかくすごい体力で、それの上でそれができるのが前提で気を回さなきゃいけないし考えなきゃいけない。でもテレビに奥島さんが映ってテレビ機から引いてたら、奥島さん頑張ってるって言って結構SNS とかで消極的に盛り上がってる。奥島さん頑張ってるぞ。でもなんかちびっこギャングみたいな格好してる。嫌なんですよ、顔出るのも嫌だし日焼けするのも嫌だし。だってさ、どっちどっち曲がるのとかって聞かれたらさ、どう答えなきゃいけないでしょ。一応紙あるんですよ、うん、どっち曲がるか分かる紙、秘密の紙がね、はい、でも微妙な、でも聞いてくるってことはもう微妙なんですよ。もう最後はもう目で判断、目と足とで判断ですけど、うん、で打つ瞬間とか見てられる？あ、見てますよ。あ、見てます。やばいパッドとかあるじゃないですか、うん、微妙なやつ、あれは見ないです。なにその PK 戦は見ないみたいな。これは見れない。パーか、パーかボギーの境みたいな。そう。でも返しが微妙になる時もある。見ない、見ないときに返ってる。やばい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 。やばいこれ。え、例えばああいうのでアプローチとかするときにアドバイスじゃないけど求められることもあるの？それとも選手のイメージ？あ、でも前行くかなとか、わかんないじゃないですか。うん、ここ落として前行って行っちゃうかなとか、うんうん、止まっちゃうかなっていう判断は聞かれますけどね、うん、ま、どっち曲がるかなはまだ簡単で、うん、前行くか行かないか、止まっちゃうかどうか、いやそんなの打ち方だよねって思いながらそうだよね。なんか妙な下り傾斜とかにポンと落ちたらポンってなんか行っちゃう時ありますもんね。そうそうなんですよ。実際ね、この間あの試合が終わった直後のね大箱根に行った時に、
もう練習グリーンにボールポトッととしたらツツツツツツっていくわけですよ。で、まあ、キャディーとかコーチとかやったら、まあ、そんなところでずっとゴルフを見ててるわけでしょ。自分のゴルフ行った時にどうなの、イメージがそんな行かないぜみたいなことになるの、それともちゃんと切り替えるの。あ、切り、あの、やっぱみち、ずっと1週間見てると、うん、それになっちゃう。なるよね。やってなくてもなっちゃう。だからなんかほら、マスターズの試合中継見てからゴルフ行くと大きくライン取っちゃうみたいな。いや、そんな行かないからそんな早くないからみたいな。やっぱそうなるのね。なるな、切り替えるのね、頑張って。じゃあ続けていいですか。アマチュアの方がね、そのまあ大島さんだったり僕らでもそうだと思うんですけど、レッスンを受ける際の心構えを教えてほしい。心構え、はい、どういう心構えでレッスンを受けに来て、いや、まあ、受けに来てほしいですか。あ、別にどんなの心構えでもいいんですけど、はい、でこう上から来られても全然平気ですし、はい、全然大丈夫なんですよ。上から来る人います？今。あ、います、います、はあ、いる、はあ、僕最近そうどんなもんかなみたいな。僕最近そうしたら減ってあのまだ全然僕もプロになって最初の頃とかはあの俺の理論どうだみたいな感じでこう来る人もいたんですよ。その理論をぶつけたいみたいな人が最近は割とあの教わりたいんですけどっていう方が多くて大変仕事がしやすいんですけど昔はなんか1時間喧嘩で終わるみたいな日もあって、これお金もらっていいんですかっていうこともなかったきにしもあらずだったんだけど、まあ、ありますよね、そういう時にね。でもやっぱりこう何か物を習うのってまあそれはそれでコツっていうか、やっぱ一応言われたことやってもらいたいなっていうのはありません？そうですね、どんだけ心掴むかですね、うん、その最初の多分 2,30 分で、うん、僕なんか 2,30 分だと思ってるけど、ちゃんとお話聞いて、うん、何に困ってんのかなっていうのを探してあげて、あのレッスン最中にも話したんですけど、大島さんのところに習いに行くと僕も聞かれたのは、どうやろうとしてるの、どうしたいの、どう動かしてるのっていう、ちゃんとそれを言葉にしてって言われるしね、うん、国語だって言ってたもんね。国語です。感覚じゃないんですか。でも感覚を国語にしてくるわけじゃないですか。なるほど。それで全然いいんですよ、うん、こうやって自分はやってるって言ってくれれば、うん、それちょっと間違ってるかなとかだからこうなっちゃってんじゃないっていう説明ができるから、こうしたらこうなるんじゃないとか、でやってみて、まあ、変化すればそこから取っかかりでいくし、逆じゃあ今までレッスンをしててすごいまあハマったこともあるでしょうけど、苦戦した人とかで何か覚えてる人っています？苦戦した人は、はい、まあ、プロでもアマでも苦戦した人、苦戦した人、うん、あのよく喋る人どういうこと、どういうこと。もう自分のことずっと喋ってくるから、うん、レッスンするあの間を与えてくれないそういう苦戦。それはさ、多分その僕のこと分かってほしい。ちょっと待ってって思ったけど、終わっちゃうからお話聞いてほしかった、うん、アホなんで。いや、でも受ける側の感覚からすると、自分はこういうこと考えてこうでこうでって、そのストーリーっていうを分かってほしい。でそれを分かった上で、僕その答えじゃないけど回答が欲しいって思うんじゃないでしょうか。うーん、もうちょっとまとめてっていう、ね、あの生まれてからの生い立ちはいらないからっていう僕にも喋らせてっていうだからレッスン受ける側もやっぱりその自分が納得するためにいい質問をしないとダメだね。でも難しいですよね。そうですね。あの正直僕自身も自分が習うときに自分の想像している違うところから回答が来ることがやっぱ多くて、やっぱ自分が思ってることでできてたら当然そこで悩んでないわけで、やっぱこうしたらこうなるはずだと思って練習してるけどうまくいかない、で奥島さんにお話を聞くと全然違うところからボンってくるから、おーなるほどそんな直し方があるんだと思ったりもするし、だから自分の知らないことの方が多分あの直し方多いと思うんで、まあ、受け方ですよね。逆に今奥島さんは誰かに習ったりとか自分の悩みは相談誰にするんですか。今誰もしてないですね。さあ悩みが深まりますね。知らないもんね。誰もしてないですよね。なんかね前 Facebook か なんか SNS で奥島さんが
その要はプロのスイングをね見て教えられるのにさ自分はできないみたいなことを書いてるのがあって、まあ、その感覚すごい分かるなと思う。やりたいんですよ自分ね、うん、そうね。でも多分できないってことはちゃんとメカニズム分かってないんですよ僕も、うん、だからできないんですよ。自分の体の理解とは違うところに何か何か違うんだなって思いながらいつもやってるけど、うん、奥島さんが思ういいコーチと悪いコーチっていうのを聞いてほしいって言われて、分かんないな。こういう先生に例えば要は我々じゃなくてね、日本全国でねいろんなこうスクールとかに通ったりしてるじゃないですか。で奥島さんもツアープロコーチやる前は、普通にレッスンをしたりとかする経験もあったわけじゃないですか。で今習ってる先生がこういうコーチだったらそのままその先生信じてついていった方がいいんじゃないとか、こういう先生はちょっと考え直した方がいいんじゃないかなって何か思いますか。いいコーチ悪いコーチっていうのを聞いてほしい。何ですかね、何だろうな、いいコーチ悪いコーチ。逆に自分はどういうコーチでありたいと思ってるんですか。僕来たら絶対直して納得してよかったっつって帰ってもらうっていうところしか考えてないから、うんうん、で困った時に最初に あの人のとこ行けばってなっとけば、うん、あ勝ちだなって思ってるから、うんうんそうね、もうそれだけ そ, う、ね、それのみ。逆にそうです。なんかツアーの現場で例えばちょっとガミガミコーチとかがいて、あまずくねえかみたいなそういうのを見ることとかないですか、そういう光景を。えガミガミ例えばそういろんなコーチがいらっしゃるじゃないですか、はいはい、やっぱ自分とはちょっとやり方違うなっていうコーチはいらっしゃらないんですか。まず人のレッスンを見ない。見てない。そう、さっきの会話そういうことですよ。それどころじゃないですね。そうだね。毎回行けば戦いだと思ってるので。まあそうで、対戦相手ですからね。もうマジ戦争だと思ってるので。でももちろんコーチ同士は仲良かったりする。そうですね。明日も辻村さんとご飯食べに行くし。そこで情報交換じゃないけど、なんかこう、ディスカッションみたいなことしたりする。なんですかね、まあ、くだらない話しないと思うけど、だからコーチとはご飯食べに行ったりしますよ。森さんとも食べに行くし。じゃあいいコーチ悪いコーチですか、うん、っていうね質問がねライブであったんですよ。あで僕もそれを見た瞬間に自分でも どうだろうって思うわけですよ。でやっぱりまあそのさっきと同じように悩んでるから来るんでしょ。だから悩みをまず解決するのはもう大前提だと思うし、でもちろん僕の場合その解決した後をやっぱりお付き合いが長いっていうか、そのもう来てはい終わりっていうよりはある程度その信頼関係を続けられるのはやっぱいい講師だと思うし、でやっぱ人と人だから相性はどうしてもあると思うんですね。そうですね。そうで例えば僕と奥島さんでも多分キャラクターが全然違うと思うし、で僕に合わない生徒さんが仮にいたとして、僕結構奥島さんのところ行っておいでって勝手に放り投げたりとかするんですよ。僕がこういうふうにレッスンしてるけど同じ課題に対して奥島さんがどういうことを言ってくれるか、まあ、もっとギアーズ受けておいでっつって、で放り投げて、で同じこと言われたっていう生徒さんもいれば、そのまま奥島さんのところに行ってる生徒さんもいるし、それはそれで別にいいと思ってるし、町医者が国立病院に推薦状を書くみたいな、はいはい、でまあ、本当そう思います。奥島さんとかはもう最前線で最新の研究しながらやってて、うん、で割と僕はそのプロ相手っていうよりは、まあ、一般 その1位ゴルファー、アマチュアゴルファーの方と接することが多いので、でやっぱりその一人の先生に、ね、習うことももちろん大事だと思うけど、まあ、いろんな意見聞くのもありなんじゃないって思っちゃう側なんで、だから囲い込む気も全くなくて平気で行っておいでって行かせてしまうんですけど、あれ男性と女性だとすごく違うっていうじゃないですか。男性は納得しないとやらない、女性は割と理屈言っても理屈はいいから教えてどうかな、うん、そういうのあるんですか。どうですかね、うん、まあ、男女あんまりなんか関係ない気がするけど、それはその人のパーソナリティっていうか、うん、な感じがしますけどね。なんかほら、旦那さんと奥さんと一緒に行くと女性の方が素直だから、どんどん女性の方が、そういう、まあ、なんでか女の人の方が早いですね、うん、これは僕思うのは習い事とかに慣れてる気がするんです。女性の方がうまく取り入れる、別にその男女の性差を云々言うというよりは、その育ってきた環境的に、うん、その
なんかこう習ってやるっていうことをやってる人が多いなって気はします。あとは、男性の方がやっぱ力持ちなので、力に頼ってしまう人が多いんですけど、やっぱ女性の場合にはその筋力が足りなかったりすると、まあ、そうしかならなくなってきちゃうようなスイングをする人が多いので、はい、ただ割と夫婦で多いのが、ご夫婦で同時に上手くなるパターンももちろん一番嬉しいパターンね、奥様だけが上手くなってご主人があまり変わらないパターン、その方が多いで、ね、そうで、これが多いんですよ。で、あとは、最初は仲良く来てたんだけど、そのうち別々に来るようになって、話を聞いたら、私がレッスンを受けてるのにご主人が教えようとするんですってでも奥さんとかうまいっていう、この逆転現象が発生するとか結構そのいろんな悩みが、はい、そこはご夫婦関係っていろいろあったなと思って見てはいますけど、ご夫婦で来て同じ並んで練習される方もいれば、打席を離す方もいらっしゃいますしいる喧嘩するから、もう二度と一緒にラウンド行く。あ、まあ、それはなんか分かるっていう気がしますけどね。あ、じゃあ最後に僕の質問します。以前奥島さんに聞いた話でいろいろ面白いことがあって、そのうちの一つなんですけど、はい、奥島さんもプロでね、コーチしてすごい成果を出してるから、もうそれだけでも全然余裕でしょみたいな、要するにさ、プロだけ見てればいいでしょっていう話をしたのよ、ね、うんうん、そしたら、いやそんなことはないって、今もアマチュアのレッスンをしっかりしてるし、うん、何だったら月に100個も200個もってやってるっていう話だったんですよ、うん、で、アマチュアもやってないと感覚が鈍るからみたいな話があって、すごく面白かったんだけど、プロに教える時とアマチュアで教える時と一緒なのか違うのか、違うならどういうとこが違うのかなって。プロの方がやっぱ細かいです。すごく、うん、やり方も動きのその度合いとかも細かくやりますけどね。本当、うん、細かくやる。やっちゃうんだよね。それがいいか悪いか分かんないけど。それがプロが求めるような、たぶんショット精度とか、そう、もう必ずそこには繋がっていくから、うんうん、そのためにじゃあどうしたらいいかっていうところを、アマチュアの人は基本なんとなくそこそこ当たってくれて、うん、でそこそこ納得してくれるわけですね。だから、まあ、悪い言い方すれば 大雑把というか、うん、そんな細かくやんないんですけど、そこまで求めてない、ね、そう求めてないから、細かくやることにはリスクも多分ね、あるでしょうし、難しさもあるんですか、ね、そうですね。プロなんかはやっぱトレーニングしたりとかで、1打でも少なくじゃないですか、うん、陸上の 0.1 秒縮めるのと一緒だから、うん、それのためにはじゃあこれ何やんなきゃいけないかとか、もう本当細かく考えてやっていくので、で考えた末じゃあこれかなって選んでやっていくから、うん、じゃあ一回ちょっとあそこのエクササイズトレーニング受けてきてとかっていうことも、いや、トレーナーはトレーナーで大体皆さんいるから、こういうトレーニングとかなんかしてきたらとか、そうはちょっとコミュニケーション取って奥さんとトレーナーとでっていう、やらないそれは自分で言って、ここももうちょっと動くようにみたいな。だって究極ナイスショット打っていい球いってんのに違和感があるとか言うんでしょ、だってなんかちょっと違和感しかない、なんかちょっとみたいな。でも多分どの数値見てもいいはずで、そう、数字で、やっぱり数字じゃないですよ、もう機械じゃないし数字じゃないですよ、やっぱり、うん、数字はいくらでもコントロールできるから、プレイヤーの体の中の感覚を、まあ、見つける、どう本人に気づかせる、何が本当にエラーを起こしてるのかなっていうの、なんかすごい、なんかそれ難しいね、どこが痛いかっていうのはさ、うん、そう、ここ痛いけど実は違うところだったりとか、ね、背中痛いけど肝臓だったとかさ、まあね、ある意味ドクターですよ。アマチュア教えてんの？教えてます。はい、もうだいぶ減りましたけどね。もう気づいたんですよ。この1年本当死ぬ気でやって、もう本気で詰めてみたんですよ。来るから。今来るでしょ、だって。そう。
で、もう本気でやって、もう3ヶ月待ちとかになる時があったから、やばいと思って。で、やり続けたんですよ。壊れたんですよ。自分が。ある日、そう。ある日、1年半ぐらいこんな生活したんですよ。ある日、僕のお客さんに、まあ、カメちゃんって言うんですけど、カメちゃんって言うんですけど、カメちゃんに、すっげえイライラしてるよって言われて、ご飯食べに行った時、やばいよっつって、もう完全オーバーワークだからって言われて、僕は分かってないんですよ。そう考えるとすごいでしょ。やばい。ずっとこの生活続けてる。無理無理無理。そうだね。一回奥島さんに、ちょっと仕事詰めすぎだと。やっぱり一本一本のレッスンもっと大切にしなきゃダメだって。一日三本とか、一日五本とかね、少なくして。すごい分かる。その代わり値段上げてもいいから、もうそこに集中しろって言ったら、僕よりも多くやったんですよ。意味分かった。分かった、マジで。朝6時から夜中の2時までとか毎日だったの。話聞いたら、僕よりも本数多いねって話になって。でも毎回ホームランも打てないしね。でもほら、お客、その生徒さんからしたら、その1時間のために遠くから来てくれたり、もう期待を持って今日の1時間何があるんだろうでしょ。だやっぱりそれに対するそのこちら側も心構えじゃないけど、笑をもつかむ気持ちで来てるかもしれないしね。そのとこ、そこの時間のその1時間なら1時間は全力でやるだね、やっぱりできる限り。もちろん。でもまあ結果が自分の後から考えると70点だったなみたいなことはあるんじゃない。まあ、満点は一回もないですね、はい、もちろんもっといい言い方できなかったかなとか。ああ、でも年に何本かは今日のレッスン結構会心だったなっていう瞬間もありますよ。もう来たみたいな。意外とね、ロケ失敗したなとかって思ってるだけの方がいろいろ考えるから出来が良かったですよね、うん。まあ、全部が全部うまくいかないし、途中でその最初に掘った鉱脈が、やべ、ここじゃなかったかもっていう瞬間もほらあるでしょ。ある、6位って全然この人を答えてくんで。で、この時間はでも刻々と減るわけですよ。違うとこ掘り直す時間もあるかなみたいな。それはなかなか面白い。 B プラン、C プランぐらいまで持ってないとね。そう。で、一発目で治った時は、まあ、逆にね、他を見る余裕もあるからいいけど、やっぱりちょっと先生たちも人知れずそうって苦労してるっていうことですね。いろいろ考えながらやる。でもずっとやってると結構テンション維持できない。どうなの？どういうこと？僕結構例えば1時間やって30分休憩、1時間やって30分休憩がダメで、うん、もう続いててもうテンションがこう乗ってる状態、要は勉強して始めて乗ってるのに一回休憩とかってると、またスイッチ上げなきゃいけない。ああ、分かる。こう回転を早めないといけない。そうそう。でもこっちのテンションがもう回ってるから、もうどん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 こういけて、ああもう今日1日10本終わった、12本終わったみたいな。いやー、まあ、そんな生活してたけど、まあ廃人だったね。廃人。今アマチュアの方はじゃあ月間だと、それでもだってその再生機が減ったとはいえ。最盛期の半分以下にしたっす、うん、あ、抑えたのね。相当減らした、うん、もう休まないといい仕事できない。やっぱりできないんだっていうところに気づいた。、うん、休みでやっぱ大事だなっていうのと、うん、自分がもうずっとアウトプットしてるわけ。インプットの時間必要よ、ね、全くなくなったからこの1年半、うんうん、やばかった。わかる、それはわかる。でも逆にインプットってさ、今どうするの？ 何を勉強するの？ゴルフする。自分がゴルフ時間がなくなっちゃった。なるほどね、なるほどね。マジ致命的だったあれは。そうよね。あ、結局そうだよね。自分がゴルフやんないとね。何か話したいことありますか？話したいことですか？はい。シダル TV なんで今回出なかったんですか？決まりになっちゃってさ。よかった。でも忙しかったら全部頼めないよね。この時間超楽しくて、あの暇な時、はい、最初苦痛だったんですけど、うん、やることねえなーって思いながら。で
や、そんな生活してていいのかなって思うぐらい。それこそね、あの仕出しに来ていただければ。そう。まあでも人生こんな時もあっていいなって思うんですよ、ね。ロングバケーションですよ。いや、まあ、あのほら去年働きすぎたからマジ楽しいに変わってきちゃって、うん、だってあの一緒にあのご飯食べに行ってダーツしたもんね。そうね。翌日ゴルフやったもんね。よかったよかった。そうそう、焼肉食べてダーツして、じゃあ宮崎から沖縄まで。そうですね、また遊びに行きましょう。宮崎です。はい、行きましょう。じゃあそんな感じで、はい、一旦終わりにしましょうか、はい、ありがとうございました。